さあ、ということでね、四日市役はテミールさんに、ね、寄ってきましたけどね、いや、おいしくコーヒーいただきました。ついでにですね、まあ、ちょっと、お店もちょっと、余裕があったということでね、いろいろと話を聞かせてもらいました。で、ね、動画で撮らせてもらったんで、使えるところはそこで使って、やってると思いますけど、いろんなね、言われがあるんですね。結構この、のもね、やっぱ亀山と四日市、これ、ミルキの名前がね、続いてるのはどうも、結構、偶然の産物みたいではありますが、いいところでした。これはね、ぜひね、まあね、四日市市民の方ね、当然ね、四日市を愛するものだわ、これね。ぜひね、四日市って言ってますけど、どうも、正式は、ここは四日市らしいですね。そう。四日市が心地は世界らしいんで。すっと行ったら、なんか曲がれるところがあるらしいね。そこかな北税務署ってなってるから。まあ、とりあえずね、壁駅の横のね、駅ね、ちょっとまた駅名忘れましたけど。難しいな、そんな名前。これね、ここ。そこの駅までね、結構、そこから、ね、行けるらしいんで、まあ、そこからまた乗ってね、とりあえず、本日のメインイベント、メインイベントというのか、まあ、ここも十分ね、メインイベントになりましたけどね、亀山の四日市、ぜひね、見るの皆さんも、まあ、で、まず、もしね、もしこの動画を、ご覧いただいてるね、広島の方とかでね、もしご覧いただいてる方がいてましたらね、また、寄ってもらってもいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、通りからね、一本入るまあ、看板がこっちの通りから来たらね、見えると思いますけど、ぜひ使ってもらったらいいんじゃないかななんて、思います。こんな通りからそこを左折でいいんかな。よいしょ、天王神社、こんなところにも神社ありますね。八坂神社、へえ。でも壁バイパスっていうのは走っとってもすぐあれなんですね。アクセスいい場所ですね。これか、ホームセンター大輝曲がるって書いてある。そう、大輝があるって言っとったね。これか、すごい歩道がギリギリ人一人分ですけど、よいしょ。へえ。でもいい時間過ごせましたね。こういった交流を持ってね、でも本当に地元の方ね、こうやってね、ちょっと話をすると、いろいろとね、情報も入ってくるとね、あ、踏切が見えてきた。これでどうも戻ってきたもんね。それ駅前に創価学会の建物ありましたもんね。さて、ということでね、駅前にエブリーってスーパーがあったんでね、まあ、昼飯調達もしてきました。ついでにちょっとね、なんか広島ならではのものとかないかなと思ってね、ちらっとスーパーもあったんですけど、ちょっとね、何個かね、思わず買っちゃいましたね。普通に新幹線使えばね、買えるはずなんですけどね。確かもうそこの前が駅前でしたよね。駅前はどっちなんや？駅はそっちってなっとるな。これね、なんかスーパードラッグとホームセンターと、スーパーマーケットが、一緒になってますね。生鮮市場がエブリィ買ってきました。ちょっとさすがにね、生鮮品安かったですよ。なんですけどね、買えなかったです。でもね、さすがに広島やなと思ったのが、皆さんのね、やっぱ地域性って出るんですよ、買うものにね。例えば、まあ、牡蠣の業務用のドカンと取るとかね、さすが広島やなとも思いましたけど、それよりもやはりですよ。まあ、キャベツが多分特売もやってたんでしょう。一玉98円でしたから、安いのは安いですよ。ね。キャベツを皆さんとかとか買ってですね。で、小麦粉と買うと。で、まあ、ここまでは大阪でもよく見かけますけど、それと一緒ですね。同じぐらいの量のね、やっぱ焼きそば買うんですね。やはり、広島でね、お好み焼き言うと、やっぱし、焼きそば入ってなんぼなんですよね。めっちゃ綺麗。川と星川駅。綺麗じゃないですか。結構かい、感じが低いですね。でね、でも言われてみると確かに1の付く名前多いんですね。ここに4日市があって、で、20日市、5日市、で、そうや、解体地っていうのもありますもんね。なんせ駅としてはできたのが新しいんですね、四国は。確かに言われてみると。レースはね、そこそこ、って感じですけど、下のね、木の、石のね、色がね、まあ、鉄粉で錆びてないですよね。で、新しい駅の特徴ですよね。
意思を入れ替えとるということもありますけど、ほうよいしょ、まあまあすぐに電車来そうですね。Oh.